ございました。あと2分ほどで越後湯沢駅に到着です。お忘れ物ないようお支度をお願いいたします。でなお降りの前もう一度お手回り品のお確認をお願いいたします。お席の周りや棚の上に乗せたお荷物、上着、またスキー抜いたやスノーボード、キャリーケースなどのお手回り品をお確かめください。改札を通る際には切符が必要でございます。携帯電話やスマートフォン、財布や切符などの貴重品類、よくご確認をお願いいたします。上越線より上越線下り、六日町から北北線入ります。直下に続くスノーラビット、荒井行き、ご利用のお客様、0番線から9時14分です。乗り換え、改札口へお進みください。越後湯沢駅、越後湯沢駅はホーム上混雑いたします。降りの後は新幹線から離れてご通行いただきますようお願いいたします。特に階段、エレベーター付近は混雑いたしますので、お気をつけください。越後湯沢を出ますと次は浦西に停まります。
乗り換えます。長岡の次は燕三条です。ありがとうございました。まもなく長岡に到着です。降り口は左側11番線に入ります。長岡で降りのお客様ご試乗しましてお待ちください。長岡を出ますと次は燕三条です。お乗り換えのご案内をいたします。西へ東線下り伊勢東三条新津方面新潟駅は4番線より10時29分、で今度の新潟駅快速新潟駅です。4番線から10時29分です。その後、普通列車新潟駅は5番線、10時39分です。変わりまして、上り宮内、大甲市、柏崎方面、直江津行きは3番線から9時52分。上越線上り、押屋、小出、六日町方面、越後湯沢行きは4番線から9時58分です。乗り換え、改札口へお進みください。本日も上越新幹線時号をご利用いただきありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。Thank you for traveling with us.